こんにちは方程式チューバーですこの動画は2022年2月19日に行われた慶應義塾大学医学部数学の入試問題の解説です。解説する問題は第4問「え」「お」「か」に入る答えを解説いたします。「あ」「い」「う」に関しては別な動画ですでに解説をしておりますのでそちらをご覧ください。では間もなく解説いたします。 まだ問題を解かれている方は動画を一時停止されてくださいね。それでは絵から解説です問題では関数 y=gx イコールが極小となる x がただ一つあるための ab が満たすべき条件これを b=fa 小なりコールラージと書くとというふうに書いてあります。まずこちらの表現ですよね。関数 y=gx イコールが極小となる x がただ一つあるこれって一体どういうことかを考えてみましょう。 まず GX というのはどんな式だったかというと X4 乗プラスカッコ 1-2B カッコとじ X2 乗マイナス2、A、x プラスカッ A2 乗プラス B2 乗でしたよねつまりこれ4次関数のグラフなんです X の4乗の係数がプラスであることから通常4次関数のグラフってこんな特徴を持っていましたよねそこでこのグラフでは極小値が2つあります問題では Y イコール GX が 極小となる x がただ一つあると言ってるるんですすこのグラフは2つつあありますただ1つあるということはこんな状態のグラフかこんな形のグラフかこんな形のグラフしかないことになりますよね。あれこれって2次関数じゃないのかなって思われてる方実はこんな括弧の4乗になっていればこんな形のグラフになるんですよね。ということからこの問題は この3つの形になる AB の条件を調べていこうというのがこの問題のポイントなんですではそれをどのように考えてみればいいかというとこれって極小値が2つ極大値が1つつまりコブが3つありますよね。ということはこの形になるための増減表の状態は実はこの g x を微分して g'=0 x 0と置いた時の実数解が 3つなければこの形を作ることはできないんですね gx を微分した g'x ダッシイコール0の実数解が3つの状態の時なんですこちらはどうかというと偏曲点も当然実数解になるわけですから g'x イコール0にした時の実数解が2つになっているということになりますもちろんこちらも偏曲点と極小値ですから同じですよね こちらも g dash x イコールゼロの実数解が二つになるわけです。ではこちらはどうかというと極小値が一つだけですから、g dash x イコールゼロの実数解は一つになっているわけです。そこでこの問題の報酬はさ g x のこの式を微分してあげる。つまり g dash x イコールゼロとしてあげて実数解が二つの時と実数解が一つの時を調べてあげよう。ではまずこちらを微分するよ。するとこうなるよね。 g'x=4 倍の x の3乗プラス2括弧1ス2 b 括弧と g x ス2 a になりますよねそうなるんだけど問題はこのあとどうやって調べればいいのかっていうことだと思いません実はこれ数2でやってるんだよねどういうことだったかというとこういうことだ方程式 fx=k イコール k の実数解ってこの式を2つに分けてあげるつまり y=fx イコール f x ともう1つ y イコール k にして共有点を調べればいいわけ。3次関数が与えられていて、y イコール k というのは実はこのオレンジ色の水平に走る直線のことだから、これと3次関数のグラフが一体何箇所で交わるかを調べれば終わりだよね。だからここでは、この黄色いマーカーを塗ったところを、まずは g'x イコール0を調べるわけだから、 g'x つまりこの黄色いマーカー 4x+ の3乗プラスの2 1-2b gx-2a とを0と置いてあげましょうそこでこの式をこの2つに分離させてあげるためにス2 a を移行すればこんな形の式になるよね。よく見てみると両辺を2で割ることができるから2で割っちゃおうするとこうなるよね。ここでこの左辺と右辺を分離してあげるわけだ。 その書き方はどうやって書けばいいかというとこうやって書けばいいわけだ。丸と丸と置いて早速1の増減表を作ってみよう。では早速1を微分するよ。y' 6x2 2b になるよね。増減表を作るためにイコール0と置いて x イコールがどんな形になるのか求めてみよう。 6 x 二乗イコール 2b-1 になるわけだから、x イコールプラスマイナスルート6分の 2b-1 になるよね。そこで思い出してほしいんだけど、あれやったこと。あれやったことっていうのは、これ全区間だよね。実数のすべての区間で、gx というグラフが下に凸になる条件っていうのが、b 小なりイコール2分の1って求まっていたじゃない。つまりこのことって、b 小なり2分の1の時には、 グラフが下に一つで、極小値は一つなんだっていうこと。だから、ここでの問題、これからの増減表っていうのは、b 小なりコール2分の1の時ではなくて、b 大なり2分の1のことを考えてあげればいいわけ。では、増減表だよね。x イコールプラスマイナスルート6分の 2b マイナス1。これを利用して、こんな形の増減表を作ろう。すでに、あ、い、 の動画で実はこの増減表解説してるところはあるんだけど改めて解説するとまずここはちょうどこの中間0を入れてあげれば X に0を入れてあげるどれにかこれね青いマーカーで強調しておくねすると X に0が入るわけだから0 1ス2 b になるよねちなみに b っていうのは b 大なり1 2 1だったからここって負になりますよね次に こちらの符号はどのように考えればいいかというとこのスルート6分の2 b ス1よりも小さいものはこれス2倍にしてあげてね。x イコールス2倍のルート6分の2 b ス1をこちらに代入してあげよう。するとこのようになる。計算結果が6 b ス3だ。ちなみに b は b 大なり2分の1だったよね。この話ね。 だから正になるよね次に今度はこちらだよ。このルート6分の 2b-1 よりも大きいものつまり x イコール2倍してあげたもの2倍のルート6分の 2b-1 を x に代入してあげよう代入する式っていうのはこの式だったよね。これ y' イコール 6x2 乗プラスカッコ 1-2b だこの x に2倍のルート6分の 2b-1 を代入すればこんな形になる計算をしてあげると。 6b-3 が出てくるさっきと一緒だよねさっきはこちらを見てくれればわかるかな 6b-3 b というのは b 大なり2分の1だったわけだからここ正になるよねつまり増減表はこんな形になりますよねではこの増減表を元にして早速グラフを書きたいんだけどこの極大値とこの極小値は求めておこうではまず極大値からだよ 極大値はここんな形でで式を作るるとができるね。x のところに x イコールスルート6分の2 b ス1を代入してあげようこちらとこちらになるよねすると式がこのようになります過去の3乗の計算をしたものがこちらマイナスはここに書いたからねそれとこちら。 ここのところは 1-2b というのはマイナスを前に出してあげればプラスになってプラスカッコ 2b-1 にしたよところでこの後計算したいんでこちらの後ろ3倍を分母と分子につけてあげよう約分したら1になるから問題ないでしょこれで分母が揃ったわけだから計算を進めてあげるとこのようになるんだよねこれでいいかなこの辺のまとめ方のポイントとしては こちら、ね、3ルート6だから分母と分子にルートの6をかけて有利化をしてあげたするとルートの6をかけるわけだからサブ618だよねここ2と18約分すると9分のだここのののはこちらのの中に入れてあげたよつまり極大値は9分のカッ2 b 1ルートの6カッ2 b 1であることが分かりました次に極小値ね x イコールルートの6分の 2b-1 をこちらの式の x に代入してあげようするとこんな形になるわけだから計算を進めてあげるとここまで持ってくることができるこれって計算をしたいから通分するために後ろに分母と分子3をかけてあげようすると分子を計算するとこんな形になるよね有理化をすればこんな形が出てくるよね整理してあげると極小値は9分の -2b-1√6√2b-1 になりますこれをもとにしてグラフを書けばこのようになるわけですそこで実数解が2つの時と1つの時っていうのはオレンジの y イコール a が実数解が2つの時そして赤の y イコール a が実数解が1つの時になりますよねつまり共有点の個数が2個以下になるのはまず 上にあるこちらは A 大なりコール9分の 2b-1√62b-1 そして下にあるこちらは A 小ななりコール9分の -2b-1√62b-1 になるわけですそこで上の条件を3とおいて下の条件を4とおいて計算を進めてみましょう。 上の条件の丸 ③ というのは、Y 切片、この A はプラスですよね。左辺はプラスです。そして右辺は、B は1分の2よりも大きかったわけだから、B もプラスです。つまり、こんなこと言ってるわけだから、右辺も左辺も共に正なので、両辺を2乗してあげましょう。すると、A の2乗大なりコ27分の2括弧、2B-1 の3乗、この式が出来上がる。 次に ④ の式を考えてみよう。実は ④ の式の a というのは0よりも下にあるわけだから負なんですよね。この左辺の a はマイナス負の数なんです。そこで改めて ④ の式を見てみると、左辺の a は負の数で、右辺は9分のマイナスがありますから、これ両辺にマイナス1をかけてあげましょう。すると不等号の向きが変わって、マイナス a、 大なリコール9分の 2b-1√62b-1 ーね。そしてこのことから左辺は正である右辺も正であるわけだから両辺を2乗してあげましょうすると計算をすればねこのような式が出てきますつまり3を計算した ab の条件4を計算した ab の条件の式は同じ式になりますよねさて この後の計算に入る前に気づけばなんですけどここでいいかなこちらが ③ の式でしたねこちらが ④ の式でしたあくまでも気づけばですよ ③ の式と ④ の式はよく見てみればプラスとマイナスなわけだから絶対値をうまく利用してあげると絶対値の A 大なりコール9分の 2b-1√62b-1 になりますよねつまりこの絶対値の発想力があればこの両辺を2乗してあげることによって先ほどの計算が1回で出てしまうことになるわけですまあどちらを使って計算してもね同じ結果が出るんですけれどもなるべくだったらこの発想しっかりと押さえておきたいものだと思いますではここまでせっかくたどり着いたんだけど一体問題は何をやらしたかったのか そこで問題を考えてみればいや問題を見てみればだよね問題を見てみれば実はこんなことが書いてあった AB が満たす条件を B 小なりコールラージ F.A. と書くとって書いてあったわけ右辺のラージ F.A. というのは A の式だぞっていうことだつまりこの式を両方同じなんだけどねこの式を B イコールに B なんちゃらに直してあげればいいということになるそこでこの丸五を B について解いていこう まず27分の2ってあるから両辺を2分の27倍しようするとこうなるよね。今 B はだ B だ分の1なわけだから正だよねということで両辺に対数をとろうするとこんな式になる。対数の性質を使えば3乗は前に出せるよね。そしてこのあと両辺を3で割ってあげようするとこうなるね。ここでも対数のの性質をを使おう3分の1を 真数に入れてあげればこうななるじゃない今ね定は別に書いてはいないんだけど1より大きいもので考えるそのことによって実はこの真数の代償関係っていうのが決められるよね定が気になる人は2とか3とかい、e、とかなんかそんなので1よりも大きいもので書いてあげようするとここまで持ってこれるよねマイナス1を移行してあげればこうなる両辺を2で割ってあげればこんな形が出来上がるよね だから B 小なりイコール2分の1括弧こ2分の 27A の2乗とじの3分の1乗プラス2分の1が出来上がるもうちょっと整理してあげるとその整理したい場所はどこかというとここなんだよねこの計算をもうちょっとシンプルにしていきたいと思うわけ青いボールペンで書いたところに注目現実的に3分の1乗ってなってるわけだからこれって2分の1かける3乗根2でしょ分母はね そして分子は3乗根 27a の2乗,だ,3乗根だから27は外に出せるねつまりここまで持ってこれるじゃないそこでポイントになるのがこの分母3乗根2なんとか工夫してもっとこの分母がなくなる方向性で考えてみたいわけそこであえてこんなチャレンジをしてみるつまり3乗根2だからこの状態では混合から出ることはできないんだけどあえて。 2×2×2 としてあげる、こちらをねその分だけ調整分子を 2×2 これを加えてあげれば分母は無事混合から解放されるわけそこでさらに計算を進めてあげればなんとこちらの青いナミナミのところは4分の 3×2a の3分の2乗になるわけここまでをまとめると b 小なりコール4分の3括弧 2a とじの3分の 2+2 になりますよね今 B 大なり2分の1だったわけだからこんな形の式が出来上がるだけど忘れていけないものがあるんだよねしかししかしと書いたのは実は B 小なりイコール2分の1でも極小値は1つだったわけじゃないこのことから B と A の関係式っていうのはこうなることが明らかだよねそこでスモール b と lf の関係式っていうのはこうだったでしょ このことからこの右辺がラージ f a になるわけだよねラージ f a というのは4分の3括項 2A の3分の2乗プラス2分の1のことだったんですこれで絵に入る答えが分かりましたここで一度問題を見てみよう絵の答えが分かったところで次は B=FA コールフの時って書いてある B=FA の時関数 y=gx は x イコール O において最小値を取るというのが次の問題ですまずは B=FA と書いてあったからまずこの形を書きましょうそしして関数 y gx とというのののはこの式のこ式でしたよねつまりここの問題はこの式が、x、イコール O の時最小値になるその x を求めようという問題ですもちろん使う条件はこちらの式 B=4 分の3括弧 2a 括弧閉じの三分の二乗プラス二分の一この条件を使っていくわけです当然最小値を求めなければいけないわけだからやっぱり微分して増減表なんだよねまず y イコールというこの式を微分するとこうなるでしょう y ダッシュイコール四 x 三乗プラス2括弧一マイナス二 b 括弧とじ x マイナス二 a だ今微分した式のデメリットっていうのは a と b 二つの文字が混在しているだから この黄色いアンダーの条件を使ってうまくピンクの 1-2b を a の形で書き換えてあげようよ何に意識すればいいかというと b の前が2だからこの黄色いアンダーを2倍しようするとこんな形になるじゃないここでは 1-2b が作りたいだからこの 2b を移行しよう同時に2分の3括弧 2a 括弧とじの3分の2乗も移行してあげようすると 1-2b って2 b って。 マイナス2分の3かける括弧 2a の3分の2乗になることがわかる。だからここをすり替えてあげよう。すると y ダッシュはここまで持ってこれるよね。y ダッシュイコール 4x の3乗マイナス3倍の括弧 2a の3分の2乗 x マイナス 2a になる。もちろん増減表を作らなければいけないから y ダッシュをゼロと置いてあげよう。こうなるんだけどここでどうしよう。 増減表を作りたいわけだから当然この式は因数分解しなければいけないわけだよねでもできそうもないそうだよねうまくやれるのかなっていう不安があるねその原因を作ってるのは一体どこここじゃないこれをうまくクリアすればいいんでしょ 2a の3分の1乗をラージ g a と置いちゃうわけ置いちゃったこの式の両辺を3乗してみれば3乗だよ 2a は a の3乗になる この 2a は a の3乗で、そして 2a の3分の1乗は a というふうに置いたわけだから、こんな形に持ち込めるんだよね。ここ。4倍の x の3乗マイナス3倍のここね、ラージ a の2乗 x マイナスここラージ a の3乗イコール0になるわけだ。これだったら組み立て情報を使って因数分解できるんじゃないですかでは、 組みみ立てて情報の形にしてみるよまずこの式で気をつけなければいけないのは3乗の前の係数は4だよね2乗がないから0を必ず入れることこれを入れないととんでもない失敗をしてしまうから必ず2乗がないないところには0、x、の係数はス3倍のラージの2乗定数項はラージ a の3乗だ A を x に入れてみるとちゃんと余りが0になる一番最後余りだよね 組み立て情報を基本的なところで解説をすると先頭の4はそのまま下ろす。下りてきたらこのラージ A と掛け算だ。答えはここ。ここは足し算。4A になる。4A とまたここを掛け算して答えはここ。足し算だ。A の2乗になる。下りてきたからここと掛け算だ。答えはここ。足してあげると0。つまりこれ x マイナスラージ A でこの式を割ってあげると余りが0になる。 割り切れたよってことを意味している式なんですねそこで最初のこの式を因数分解すればこうなるよねここ注目してみると,とさらに 2x プラスのラージエの2乗って因数分解できちゃうねさあこれで x はラージエとマイナス2分のラージエになることが分かったから増減表だ増減表途中まで書いてみたからちょっと見てみてここまででいいかな今 y ダッシュはこの式だったからね そこでまずこちらを考えてみよう。符号だよ。0を入れてあげるとここに0が入るわけだからマイナス A。こちらはプラスだよね。ということからプラスかけるマイナスになるからマイナスが入る。次にこちら。マイナス2分のラージエルも小さいやつ。マイナス A があるよね。マイナス A を X に入れてあげるとここ。マイナスの 2A だよね。マイナスだ。こちらは2乗だからプラスになる。プラスかけるマイナスだからマイナスになる。最後にこちら。 a a。よりも大きいのは2倍のは倍 x に2倍の largea を入れればここは2倍の l a r g e a a だから largea になるよねプラス×プラス,かけるプラスだだからプラスになるグラフのイメージを考えてみればこのようなグラフになるでしょつまり最小値はここだよねここでの問題は x がいくつの時に最小値ですかって聞いている最小値の値ではなくて x がいくつの時かを聞いているつまり largea というのはだから a の三分の一乗だから x は括弧二 a の三分の一乗の時に最小値になるよね。にはこれね、括弧二 a の閉じの三分の一乗が入ります。いよいよ最後の問題なんだけど、もう一度問題を見てみよう。最後はここだよね。さらに連立不等式 x 大なりイコールゼロカマ y 大なりイコール x 二乗が表す領域を large D とするとき、曲線 y イコール large f x の D に含まれる部分の長さ large L を求めると。 つまり曲線の長さが最後に登場した問題ですまず領域 D を図示するとこの黄色いエリアが領域 D ですよねそしてここに何が絡んでくるかというと Y ラージ FX が絡んでくると言っているあれラージ FX ってどっかに定義されていたっけって思った方実はこれラージ FA の A が X に変わるわけよつまりこのことだからね確認しておこう Large fx のこの式をね書き直すとこんな形になるじゃないグラフって一体どういうグラフかというと無理関数のグラフだよねもちろんイメージだよつまり y 軸との交点が1 2分の1で無理関数的なグラフを書いてあげればなんとなくいいわけ大雑把なんだけどこんな感じのグラフになるそしてこの問題はこの赤いギザギザをつけたこの曲線の長さを求めようというのがこの問題なんですよねするとこの 交点の座標が必要でしょう点の座標は y x y x2 fx とつまりこの式だよね連立して解いてあげましょうこの2つの式を y y だから1つにしてあげた両辺を4倍すればこうなるよねここに注目左辺の4倍の x 乗は書き直すとこういう形になるよね右辺を左辺に移行したよこうなりますよねさあまた問題が発生だ この式解かなきゃいけないんだよ何をどうすればいいのか一番この式の中で邪魔な存在汚いとこどこここだよねここ悪いやつに汚いやつにやっぱり揃えてあげるしかないんだよどう揃えるかというと 2x の閉じの2乗をあえてこのような形で 2x の閉じの3分の2乗に揃えてあげようだけどこれって調整しなきゃダメだよこうやって調整すれば元に戻るでしょ こういう考え方が大事だね。すると一気に実は置き換えてあげると答えが出てきそうじゃないかな。かっ 2x の閉じの3分の2乗をラージ x とすればいいんだよ。するとラージ x の3乗マイナス3倍のラージ x マイナスにイコール0。またまた組み立て情報を使って解いていこう。ラージ x に何を入れれば0になるのか。常用の定理と同じだよね。-1 を入れると0になりそうだから、組み立て情報を使ってみた。 つまり最後が0余りだから因数分解が完了。その完了した因数分解をお見せするとこういうふうになりますよね。large x というのは 2x の閉じの3分の2乗のことだったでしょ。う。これって0以上でしょ。だからマイナス1はありえない。つまり large x は2だけだということがわかるから計算を進めていこう。large x は 2x の3分の2乗だから 2x の3分の2乗イコールに 両辺を3乗すればこのようになって計算を進めていこうすると x に乗イコール2が出てくるもともと x は大なりイコール0っていう条件があったから当然 x は √2 であることがわかるではこの時の y の値は y コール x2 乗に代入してあげようすると y コール √2 の2乗だから2が出てくるよねつまり交点は √2 と2であることがわかります そこで曲線の長さなんだけれども曲線の長さというのは実は媒介変数表記だったよ。x ft、y =gt。t はもちろん α から β までだよね。長さを L とするとこんな式で与えられていた。するとまたまたここで旗と困るよね。もともと largefx って4分の3括弧 2x の3分の2乗プラス2分の1になっていて媒介変数表記になってないよ。こここって困るところですよね。なら 倍回変数表記にしちゃおう実はそんなに難しくなくて x を勝手に t としてしまえばすぐに媒介変数表記になっちゃうわけつまり y は x を t に変えればいいだけなんだよねまず x=t から dxdt は1になる次にこちら dydt は3分の2が前に出てくるわけだから4分の3かける3分の2かける 2t これも微分してあげると2が出てくるそして 2t の3分の2から1を引けばいいよね定数項は0になるつまり dy/dt は t ことになりますこのことから曲線の長さ L はインテグラル0からルート2までここだよね積分する範囲ルートの dx/dt+dy/dt の,の,の dt だ それぞれ入れてあげるとこんな式になりますよね少し動かしますよここまででいいかなこの -3 分の2乗邪魔だから分数の形にしたよルートの中を通分すればこうなるよねうまく置換積分を使っていきたいから式変形を少しずつ進めてみるよまずはこの分母をこのような形で書いたからね黄色い丸のところは -3 分の2乗だだからここをこんな感じにしてみた 中括弧で 2t のとじの3分の1乗をとじで2乗したものと同じでしょうこれってルートから外すことができるよねするとこうなるよねここでオレンジの丸のところここを U と置いたこの式を t イコールに直してあげるとこんな形になるんだよね t イコール t について積分する積分の範囲が0からルート2だからこれを U に変えなきゃいけないよね そこで u に変えていこう。t が0の時は u は1になるよね。t が √2 の時はこの式の t に √2 を入れれば2倍の √2 の3分の2乗プラスの1です。さらにこの式から dtdu は4分の3かっこ u-1 の2分の1乗になります。そこでこの式はどのように 大変身するかといえば積分する範囲は0が1ねそしてルート2がオレンジの丸をつけた 2t の3分の2乗プラスの1を u と置きましたからルートの中は u2t のところはこれを参考にしてもらえればこのように書くことができますよねさらに dt は dtdu のこの形からこのように書くことができますそこで 置換したこの式を計算していきましょう。まず気になるところは実はこの赤いところ、この波々ね計算すると u マ1のマ分の1乗でこれ u マ1の2分の1乗だから掛け算でしょ u マイナス1の0乗だからこの赤いところは1になります。すると一気にこの式は4分の3かけるインテグラルのこちらの形になるわけです。ル u は u の2分の1乗のことだから書き直して積分の計算を進めてあげましょう動かしますよ分母の2分の1プラスの1は2分の3のことつまり3分の2という形になるわけだからここを計算すれば2分の1になって次にこのね 2√2 の閉じの3分の2乗プラスの1を u に代入そして次に引き算することの1を代入ですするとこのようになりますよねちょっと見た目がね めんどくさそうに見えるんだけどちょっとここに注目だよ赤で引っ張ってみた 2√2 の3分の2乗って3乗根 2√2 の2乗で√の中は2 × 2る2これってつまり実は2のことなんだよだからここ2にしてあげれば1分の1の3の2分の3乗マイナス1になりますよねもうちょっと計算してみましょうここで3の2分の3乗ってねこれ見たら分かる通り ルート3の3乗のことでしょう。ルートの中に3が3つあるわけだから、3√3 のことだ。だから、ここは 3√3。つまり1/2括弧 3√3-1 になるわけです。これが答えなんだよね。つまり曲線 l の長さは1/2括弧 3√3-1 もしくは 1/2√3-1/2 かに入る。答えはこれになるわけですね。最後はめちゃめちゃ大変な計算がたくさん出てきましたよね。 特に最後の最後の曲線 L の長さというのはこのような解説で私は解説をしましたその理由は数学が少し苦手だぞっていう方が話の内容についてこれるために置換積分で計算をした次第です全く違うやり方でやる計算もあるんですけど今回はこちらで解説をしましたお疲れ様でしたまたよろしくお願いします